五木ひろゆき×佐藤愛子、作家のやめどきとは。編集者の褒め言葉を真に受けたらダメよ。スペシャル対談、親しかったあの人は回想の中に五木ひろゆき佐藤愛子、作家人生戦争長生き五木ひろゆき佐藤愛子、97歳と88歳、取材当時、二人のミリオンセラー作家、佐藤愛子さんと五木ひろゆきさんが初めてじっくり語り合いました。佐藤さんの父は作家佐藤幸六、兄は詩人の佐藤八郎。親子三人の愛読者である五木さんが、そうとは知らぬ佐藤さんの緊張を入り口に対話を始めます。八郎の歌は、なぜか記憶に残る。五木、大先輩にこういうことを申し上げるのは僭越ですが、佐藤さんの、気がつけば、終着駅を拝読して、新しいものと古いものを両方一度に読めるというのは実に面白い体験だと思いました。佐藤、まあ、嬉しい。1960年代に書いたものから最近のものまで、いろいろ入っているんですよ。五木、僕の友達だった人の名前が、何人も出てくるんです。中山愛子さんとか。佐藤、中山さんは大好きでした。お親しかったんですか？五木、僕は小説現代の新人賞の第6回受賞者なんです。第1回受賞者が中山愛子さんでしたので、いろいろ親切にしていただいて。佐藤、ああ、そうだったんですね。五木、月に1回、作家の集まりがあって、いろいろお話ししたり、食事をしたり。作家として、本当に面白い生き方をしている方で、現代の鴨の長明みたいな方でしたね。佐藤、あの人は、叙情婦ですよ。人間が大きくてね、細かいことは気にしない。中山さんに死なれて、本当にがっかりしました。五木、佐藤さんの5本が回想の入り口になり、僕自身の60年代を思い出したり。僕は若い頃、童謡の作詞の仕事をやっていましてね。当時の仲間に、童謡の詩を書いていた吉岡治さんという貧乏な詩人がいた。佐藤、ああ、吉岡さん。五木、彼の一番の教授は、僕は佐藤八郎の弟子だ、ということでした。売れない童謡をせっせと書いていた人だったのに、美空ひばりの真っ赤な太陽で突然売れて。あれよあれよという間に歌謡曲の売れっ子作詞家に。石川さゆりの天城越えも吉岡さんですよね。佐藤、兄の八郎は、吉岡さんは童謡を書くべきなのに流行歌を書き始めたって。そう言って波紋にしたんですよ。五木、へえ。それは知りませんでしたね。昔、吉岡さんにアパートに呼んでもらって、奥さんに手料理をごちそうになったことなどを思い出します。リンゴの歌より、夢淡き東京佐藤、吉岡さんも、八郎には苦労なさったでしょう。何せ、わがままな人ですから。五木、佐藤八郎さんの作詞の歌は、なぜか記憶に残るんです。星野定氏の名前で書いた、うちの女房にゃヒゲがある。あれなんて、言ってみればウーマンリブの歌ですから。笑い佐藤、あら、五木さんがご存知とは思いませんでした。昭和初期の歌ですよね。五木、子供の頃、家で宴会があると、親父が茶碗叩きながら歌っていましたよ。戦後すぐの八郎作詞といえば、リンゴの歌をあげる人が多いけれど、僕は藤山一郎が歌った、夢淡き東京古関裕二作曲が一番好きだったな。佐藤、あれは、メロディーがいいんじゃないですか。笑い作家佐藤幸六の、仕事のやめ時は、五木、いやいや、歌詞も良かったです。当時僕は九州の田舎にいて、あの歌を歌いながら東京に憧れたものです。それと僕は子供の頃、佐藤さんのお父さんの佐藤幸六先生の作品をすごく愛読していたんですよ。佐藤、まあ、五木、ああ玉杯にはなうけてとか、京畜塔の花咲けばなどの少年小説を、小学生から中学生にかけて夢中で読んでいました。佐藤、五木さん、そんな年代でいらっしゃいますかね。五木、昭和7年生まれで、今88歳です。軍国主義の時代ですから、学校の先生は小説なんか読んではいけないと言っていました。でも佐藤幸六だけは、いいだろう、と。飢えた子供が水を飲むように、読みふけりましたね。今の子供にとっての、鬼滅の刃みたいなものかな。不尊なるを持って筆を立つ佐藤、父はずっと講談社の、少年クラブで連載をしていたのですが、編集者が父から原稿を受け取るたびに、今回も誠に素晴らしいお原稿で、と絶賛の雨あられで、それが当たり前になっていたんですね。ところが編集長が変わった途端、今回は誠に困りました、という書き出しの手紙が来まして、笑い。書き直せと言うんです。父は自分は絶対だと思っている人だから、なんだ、これは、と怒り狂って。母は割と冷静な人だったので、姉と私にその原稿を読ませましてね。五木、おやおや。佐藤、読んだら、話がパターン化している。私は16、17歳だったけどこれはあかんと思いました。姉に、面白くないね。前と同じと。笑い五木、身内から言われると、答えるからな。不遜なるを持って筆を立つ佐藤、それで母が父に言ったんです。もう、十分すぎるほど書いてこられたじゃありませんか。この辺で小説は、めてゆっくりなさっては。お好きだった俳句でも作ってと。父は66、67歳くらいでしたでしょうか。
この前父の日記を見ましたら、講談社不遜なるをもって筆を立つと書いてあるの。笑い伊月、それはすごい、なるほど。笑い佐藤、それ以来父はエッセイの類も一切書かなかったんです。だから私もやめ時については考えます。97歳、もう断筆した方がいいんじゃないかと思うことがしばしばです。伊月、身につまされるな。笑い佐藤、ただね、書いていないと他にすることがないんですよ。外に出るのはあまり好きではないし、家でじっと庭ばかり眺めていてもろくなことを考えない。我々の先輩の作家たちはいつ辞めるかというのをどうやって見極めたのか。伊月、確かに辞め時というのはあるよな。昔の作家はどんな風に辞めたの？佐藤、私ある編集者に昔の作家はどんな風に辞めたのと聞いたの。そうしたら、どうしようかと思う年まで生きていなかったのですよと。笑い伊月、樋口一葉なんて去年24でしょう。50代まで生きる人がほとんどいなかったくらい、明治大正の作家は早く死んでいる。佐藤、伊月さんはまだ辞め時なんてお考えにならないでしょう。伊月、若い頃から考えていました。笑い、さっきの興六先生のお話で考えさせられたんです。物を書く人間は人の称賛を餌に生きている部分がありますからね。編集者の甘い言葉はビタミン剤みたいなものです。豚もおだてりゃ木に登るじゃないけど。笑い、一方で良薬は口に来るし、率直な批判の言葉も必要なんですけど、その兼ね合いが難しい。やはり作家は一人では歩けないものなんです。読者や編集者からのエールが杖になる。書けなくなるのはそういう声が聞こえなくなった時でしょうね。そうなると人によっては自死を選んだりもする。甘ったれてるようだけど、まあ大体甘ったれた人間が作家になるんでね。笑い佐藤、かつて友人の川上総君さんが講談社の誰に褒められたって喜んでいたから、あなたね、編集者が褒めるのを真に受けたらダメよって言ったんですよ。そうしたら川上さん、編集者に佐藤愛子からそう言われたから、俺には構わず本当のことを言ってくれと言ったんですって。笑い後世、篠藤由里、婦人公論2021年2月9日号、伊月博之、作家、1932年福岡県生まれ、戒厳令の夜、風の王国、大河の一滴など著書多数。佐藤愛子、作家、1923年大阪府生まれ、90歳。何が目で大河映画化され、6月21日全国公開。思い出のクズカゴ、照射館が好評発売中。